はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TM さんですね。はい、こちらと日本版と、あと、下をね、ご注文いただきまして、こちらのコンペティションクロームだけ PB。TM さんで PB ということで。はい。まあ、ようやく、日本版の発売日も、あさって、9月の2日なので、明日発送して、2日着が可能ですので、今日 PB しておこうかなというところで。よいしょ。なるべくご予約製品と一緒に、発注、まあ、ね、延期したりすると、半年間とか発送できない。まあ、電子決済の場合は特に、同梱バラバラね、出荷して、まあ、クレームになった時とか、ね、まあ、いわゆるうちらの方が、はい、負担になっちゃう契約が結構多いので、なるべくこう、うん、単体単体でご注文いただいた方がいいかなというところです。はい、藤原さん。まあ、まとめてね、こう、待っても、よくて。で、どうでしょうね。まあ、ここ最近だと半年ぐらいの延期はなかなかないですけど、こちら250シリですね。はい。まあ、ここ3年ぐらいの時はよくありましたね。半年。半年支援ね。はい、まあ、メーカーさんによりますけどね。テルさんですね。インサートパラレル、ルーキー分けておきます。まあ、このコンペティションクロームも、どのくらいですかね ?1 ヶ月近く、はい、取り分けてずっと置いてあったっていう。ルーキーのパルサー。シリアルですね。はい。クルセフスキーさんですね。これが399ですね。はい、インサートですね。ルーニーさんでいいんですかね。森田さん。はい、グリーリッシュ。3枚目、4枚目パターンだ。下は青か。青だ。お、カルバーリ青。150。いいですね。うん。これでシリアルは3になりましたね。まあ、コンペティションの場合は、シリアルは、まあ、多少流動性も絡んでますんで、エメリーのパルサー、45になる場合もありますね。あ、サインだった。アントニー。おー。はい。アントニー、全然 OK ですね。まあ、シリアルも、もう3枚出てるんで、ちょっと先入れちゃいますね。まあ、これでインサートとか絡んだり、まあ、ベースももう1枚出る場合もありますけど。カルバーロの青と、アントニオと、うん、いいんじゃないですかね。ね。はい、まだ半分もある。まだ半分もあります。前田さん。サラーさん。はい。シャビシモス。はい。これはシリアルあったかな?パープルですね。でもないか。ないですね。はい。ルーキー。トッテナム。あ、違うか。インサートか。あ、はい。3番目と4番目。まずインサートはアリチョウさん。で、シリアルはルーキーですね。はい。ムアニさん。うん。399。フランクフルトだっけ?シリアル4になりましたね。
まあ、多少流動性な感じですね。コンペティション。で、箱1インサート。はい。ヌネスですね。これでも、得点決めてましたね。動きがいいですね。まあ、途中出場っていうのもあったのかもしれないですけど。カサドさん。はい。モレイラさん。ガルネッチョ。藤原さん。で、ラスト。パルサーのオブラックさんでした。はい。ということで、ノンシリもまあ、ロダ入れますので、ノンシリ1のシリアル4の31という感じでしょうか。ラバーが出なかった。はい。まあでもね、カルバーリョの青、いいですね。ルキが5枚のうち3枚。で、サインはアントニーさんでした。リフ王と。はい。じゃあ、こちらで、梱包して発送は明日ですね。で、じゃあ、日本版の発売日の9月の2日に着用ということで、手配します。ありがとうございました。